鏡を鏡、鏡さん。みんなに合わせてくださいな。そーっと合わせてくださいな。はい <laughs> あ、どんちゃん。あ、りまひ姫ちゃん。サンペレちゃんもいるのね。<laughs> やめよ <laughs> 懐かしいでしょ見てましたロンパールームって。 内海み,みどりさん僕が見てた頃は内海み,みどりさん1960年代の後半ぐらいですかねそうですね最後に「鏡よ鏡鏡さん」っていうねまあ当時としては最高の特撮なんでしょうけどえ鏡がスーッとこうあの曇りが取れて内海み,みどり先生がバッと映ってそれで「ルちゃん」って呼んでくれた時はもう本当に嬉しかったな。 ね、ということで、えー、今日は <laughs> そんなこと分かってる人全然いないようなもう少ないような気もするけど、えー、まずは何と言ってもですね「もう少しあんって」そうだ「もう少しあんって」7月9日木曜日号です、えー、実は昨日すいませんでした「あのー、もう少しあんって」お休みにしてしまったんですが実はちゃんと収録してあったんです、えー、ところが収録してそれをアップする のを忘れててししまいまいその後に実はミーティングがいくつか入ってましてですね夜でもうまるっきり忘れてしまって家へ帰って普通にお風呂入ってですね、えー、もうちょっとこう眠たーくなった頃にもう少しンダンってアップしてないやと思ったんですけどもうなんかふわっと寝てしまって今日になってちょっとね昨日撮ったやつをアップするのも申し訳ないなということで一、えー、日お休みをいただいてしまいました今日は 2倍のボリュームで、いやそんなことはないんですが、お送りしたいと思います、えー。雨が降り始めました、こちらキャナルサイド。今木曜日の夕方の5時半なんですが、今日は夜、まあ、全国的に激しい雨になりそうだということで、皆さんくれぐれも本当にお気をつけくださいね。お見舞いを申し上げます。えー、放送でも言ってますけど、あのとにかくマスクをですね、2つ3つ、例えば、 あのお休みの時も真っ暗に置いておくとかお昼の時にはちょっとポケットとかポシェットの中に入れておくとかあの常に持ち歩くといいそうですね、えー、万が一避難しなくちゃいけない時にマスクがないっていうのは本当に今あの危険ですので、まあ、今日も224人でしたか東京都の感染者ぐん、えー、と増えましたけどもまあこれは検査の数が増えているので。 陽性の人が増えるのはまあ、ある意味当たり前ではあるんですが、ただいずれにしても、もし避難しなきゃいけないっていうことを考えたときに、あのマスクをしっかりいくつか余分にお持ちになることをお勧めします。僕も実はズボンに今突っ込んでたりするんですけど、2つぐらい。えー、お互い気をつけましょう。ということで、昨日ご紹介した内容を今日もう一回、 再放送みたいな再収録みたいな感じになりますがまあんといっても昨日の放送から大活躍をしてますこのえさっきこれ緑先生の懐かしいパロディをやりましたがこのコニストンさんが作ったですもうちょっとこのですねえーホワイトボードの額縁これよく見ていただくとほらこれ今日ちゃんとこうあの裏はね意外に。 まあ、原始的というか <laughs> こうテープで止めるんですけどね全部ねこう日にちとか、えー、と島田百合子さんと林あゆみさんとかの名前も全部頂い,いていてもうこれ完璧です。あんなんてみんなで使ってみようと思っていますが、えー、非常にこれがあるだけでですねなんかこう今まで頂い,いてた似顔絵がよりこう格調高くなるというか。 ななんとなくこうやって僕があの枠に入っているそうですね。自画像みたいな、も <laughs> うちょっとまっこくれてやってるんでしょうね。はい、これは、えー、昨日の放送をお聞きいただいたと思いますけども、えー、一応読みましょう、コニストンさん。えー、この機械に今まで興味のあった 3D プリンターとレーザーカッターにトライしてみることにしましたと。 でこれをやりたいという目標を決めて達成するために、えー、手探りで進めていくというスタイルで何にしようかなと試案していたらライブ動画配信で各プレゼンターさんが毎日書かれているホワイトボードが目につきましたそうだこのホワイトボード用の額縁を作ろうで、えー、レーザーカッターを時間がしレンタルで使わせてもらえるラボに行かれたと,ところが実際にカッティングが始まると あれ思ったより字の色が薄いぞええー、こんなに時間がかかるのかうーんカットしたところがきれいに取り出せないなどなど想定外の連続本当はアンダンテフレスカアリアの3つを準備していましたがレンタル時間をオーバーしてしまい結局アンダンテしか作れませんでしたとりあえずバージョン0の試作品ということでお送りしましたいつものホワイトボードと重ねてイーゼルに載せられるように作ってあります次のバージョン1ができたら懲りずにお送りしたいと思いますっていうことですね はいいありがとうございます、まあこれあの本当に素敵で気に入ってるんですけど強いて言えばここがちょっとね小西さん小さいのでこれなんとかこうこのぐらいの大きさにできるとさらに素晴らしいんじゃないかなというふうに思ってまあもしよければバージョン1、えー、お待ちしておりますすごいですねこれねそれでちゃんとあの 全部日にちほらとかあとプレゼンターも途中までできてですねゲレン大島さんのお名前なんかもあったりしてすごいもう全部パーツが揃ってるんで、えー、これみんなで使わせていただけたらいただけたら嬉しいなと思いますコニスンさん本当にありがとうございました、えー、額縁で良いものは 良い額縁がでできたので皆さんの似顔絵がさらに輝くと思いますがちょっと似顔絵が最近届かなくなってきてるんでぜひあのもう少しあんだってご覧の皆様、えー、私の似顔絵に挑戦していただきたいというふうに思いますそしてえっ、ー、と何と言っても昨日今日の放送で申し上げましたけども THE c o n ア e r t a t h o m e オッターバの YouTube チャンネルオッターバライブでお送りしている「 ザコンサーートトアットホーム第3弾が決定いたしました、えー、日本が世界に誇るギター奏者福田真一さんのギターリサイタルになります配信は7月16日木曜日お昼の12時から、えー、今多分ご覧になってるこのチャンネルですね「オッターバライブ」そしてテレビでご覧いただく方は「アクトビラの方でご覧いただきたいと思います 火曜日の日にですね、えー、収録が行われましてまあアクトヴラさんというのはワウワウのグループの会社なんですがワウワウの、まあ、スタジオがあります江東区の辰巳そちらで、えー、収録されましたまあとにかくですね放送でも申し上げましたけども 普通のギタターリサイタルではありえなないいような曲目が演奏されていますつまりどどれれももそしてどれも何曲ですから大概はこのリサイ今回のうちの例えばある一曲をメインに据えてその前にもう少し軽めの曲を置くっていうことが多いと思うんですけども今回は本当にですねこれ三大ギター曲じゃないっていうぐらい本格的な作品が並んでいます。 これはまあ僕が勝手に三大ギター曲じゃないかと思ったんですけどまず、えー「アグスティン・バリオスの大聖堂」以前からギター好きの皆様には人気のバリオスの作品ではありますが、まあ、何といっても去年の11月に公開されてヒットした映画ですね「マチネの終わり」に福山さんと石田ゆり子さんの主演の映画ですがあのちなみにこの映画のギターの監修は他ならぬ福田真一さんがされてるわけですが このマチネの終わりにて、まあ、メイン曲としてこの大聖堂が使われてさらに人気が日本で出ましたね、えー、三楽章目のアレグロ・ソレムネ、えー、南極中の南極として知られていますそしてフェルナンド・ソル、まあ、ギターのベートーベンと呼ばれていた人ですベートーベンと同世代でスペイン生まれ パリで活躍したのかなソルはえ彼のまあ最大の作品ですねあの傑作と言われている「モーツァルトの魔敵」の主題による変奏曲そしてマヌエル・ポンセこの人はまあ放送でいつもお伝えしてますけども。 40代でパリに留学した時にアンドレス・セゴビアと会って、まあ、そのセゴビアのギタリストとしてのポテンシャルにも惚れ込んでセゴビアのまあ要はレパートリーを増やすためにいろいろなタイプの曲を書いたわけですがこの曲はパリで書かれてるんですけどもスペインのフォリアあのコレッリなんかも使ってるフォリアですねこのフォリアのメロディーによるなんと20の変装と最後に壮大な風画があるという。 えー、おそらく福田さん曰く、あくギターのレパートリーの中では最大のものであろうと大きいものであろうということです。これどれもですねメインプログラムにしてもちょっともおかしくない作品ばかりでこれをですね同じ日に演奏するっていうのはもう本当にまあ何て言うかな人間技とは思えない。 でもとにかく僕も収録はあの見学させていただいたというか、まあ、お手伝いをちょっとだけしましたけどもとにかくもうすごい集中力でですねで実はギターもバイオリンと同じで非常に乾燥しているのをこうよしとするまあ、つまり湿気に弱いわけですところがもう雨が降っていて当日はもうほんと90%。 外はもうギタリストにとっては辛いわけですね一番見てと思ったのはとにかくこの左手のこれは滑らない詰まっちゃうっていうことで、えー、福田さんも大変あのー、まあご苦労されてましたそういう意味ではコンディションで、えー、ただですねやっぱりさすがマエストロであってこうあとベテランですのでどんどんこう何て言うかなコンディションが上がっていてですね最後はもうほんと感動的な演奏を 収録させていただきましたこれはね絶対に見てください、えー、オッターバライブそしてアクトビラとも本編は無料でご視聴いただけますオッターバの方では、えー、とアーティストスタッフ支援グッズの販売を行いますそしてアクトビラさんの方ではですね1曲無料では見られない無料では聴けないアンコールを販売させていただきますこれがまたね もういい選曲でいい演奏なんだ。ちょっともったいぶって、あれもう発表されてるかもしれないけど、また次の機会にお伝えしたいと思います。はい、ということで、とにかく福田新一、ギターリサイタル、7月16日、お昼の12時からです。おったわばライブカークトビラでぜひご視聴ください。チャンネル登録もお忘れなくお願いいたします。 はい。ということで、えー、っと、企画会議は、じゃあ明日、<laughs> すいません、もう12分になっちゃったし、ちょっと昨日の報告をして、コニストンさんの話をしていたら、えー、結構いい時間になってしまって、もう企画会議もいろいろ届いてますので、えー、明日また紹介したいと思います。ありがとうございます。あ、ちなみに、オンデマンダーの方のためにですね、えー、今日読んだメールの名前だけ読みますよ。 カルロてんてんさんそれから、えー「今日は筋肉痛」さんえー、っと、えー、まだ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 ,まだお腹痛いさん <laughs> 初めての方それから「勝手にマドンナさん」えー「町田の三毛猫さん」それから、えー、っとラジオネームがないんで「あつひろさん」えー「雨水さん」それから「えー、っとおたおたばあばさん」 エバーグリーンさん、えー、以上の方のメールを今日はご紹介させていただきましたありがとうございますそして、えー、今日送ったのに読まれなかったという方決してあのそれをこうポイとかいうことではありませんで、明日は多分今日いただいたメールからまずスタートしたいと思いますのでどうぞ明日もよろしくお願いします、えー、もう少し暗って斉藤茂がお送りしましたそれでは皆さん今夜は荒れた天気になりそうですのでくれぐれも あのご用心してお休みください、えー。マスクをね、周りに2つ3つ置いておくことを忘れないでくださいね。それではまた明日、えー、オッターバンランテで、えー、お耳に、お目にかかります。えー、それではまた明日